皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりです。鹿児島はですね、まだまだコロナの感染者が多いということで、はい、あともうちょっとでですね、まん延防止が、解除になる見通しということで、キャンプにも行けるようになるんじゃないかなってちょっと期待はしてるんですけど、それまでハイエースをね、ちょっとずついじりながら、車中泊の準備を、してきたわけなんですけど、で、そんなこんなでですね、インスタグラムとかいろいろ見てたら、ちょっとやばいものを見つけてしまって、でも今ここにあるんですけど、こちらです。先日発売されたマキタのランタンになります。2の工具とかで使ってるバッテリーを、使ったランタンなんですけど、それをですね、インスタで見つけまして、でマキタのなんかやばいの見つけたよって言って、でビーコンに見せたんですね。そしたら買いましょうって即答。そう、まさかのね。私たちほらランタン好きであり、マキタ好きであり、それが、なんと一つになったっていうか。そうもう完全にね、これアウトドア向けっていうか、アウトドアユーザーに向けて作られたんじゃないかっていうようなもので、若干ね、本体とバッテリーと、あと充電器と買うと結構高いんですけど、結構高いんですけど、そのバッテリーって掃除機だったりとか、あと冷蔵庫もあるのかな、40V 冷蔵庫ちょっとあるか分かんないんですけど、使い回せができるんですよね、マキタ製品の中で。だから工具を持ってる人は買いやすいんですけど、そうじゃない人は掃除機とかと一緒に買ったら、いいんじゃないかなって僕は思うんですよ。だからこれね、今から紹介するんですけど、ご主人さんとか見てて奥さんにアプローチする場合は、このランタンと抱き合わせて、掃除機も一緒に検討されてください。ビーコさんが愛用している掃除機はですね、マキタの、18V の掃除機なんですけど、もう毎日のように使ってますよね。で、子供たちももうすぐ部屋を片付けたい時とか掃除したい時は持ち出して使ってるので、やっぱかなり使うよね。かなり使い勝手はいいです。あと一つマキタを日常使いしているのがあって、電気なんだっけ、ランタンっていうか、あれはいつも使ってるライト、ワークライト。あれもめちゃめちゃ使ってて、ワークライト使うね。ここに出せるかな、出せる出せるかも。今多分出てるかなこれ、これめちゃめちゃ良くて、めちゃめちゃ使うんですよ、ということでですね、私たちカッペのつがいはなかなかのマキタユーザーということでですね、早速じゃあ開けましょうか。はい、開けていきましょう、ね、まだ見てないんですよね。見てない？まだ見てない。見た。あ、見たの。見たいんだもんだって。これは見たかった、どうしても。それではですね、早速ランタンの方を開けてみましょうか。うお、かっこいい。じゃじゃーん。ちょっとコンパクトですけど、バッテリーがまだないからね。はい、うちが購入したのはですね、オリーブカラーになります。で、このオリーブカラーは、マキタ戦略なのか何なのか分かんないですけど、40V だけ のカラー展開となるみたいですね。だからマキタ持ってない方で、これが欲しいということ方はですね、40V で、さっき言ったようにですね、掃除機とセットで考えると、使い勝手もいいし、日常使いもできるし、防災対策にもなるし、っていうのでいいんじゃないかなと思います。で、とりあえずですね、ちょっと外観見てみましょうか。ぐるっとぐるっとね、こんな感じですね。デザインはすごくかっこいいよね。でもこっちが正面じゃないの？そうだよね。なのよ、こっち向けてたよね。そうダメじゃね、今ので、さっきから背中が向いてたんですけど、こちらが一応正面になります。じゃあ、バッテリーをつけようか。はい。で、こちらがですね、40V の 2.5 アンペアのバッテリーになります。
バッテリーだけで、まあ、1万2000円前後かな。結構高いんですよね。高いんですよ、本当に。まあ、長持ちするし、マキタ製っていうのでね、結構いいお値段がします。はい。カチッと。うん、こんな感じですね。うん、まあ、かなり存在感はあります。うん、じゃあ、どうする？つける。もうつけてみる。うん、早速。それとも、あの、外観の説明からいく？どっちがいい？どっちがいいかな。まあ、一旦つけて、それから外観の説明していこうか。いろいろ触ってみよう。うん、はい、それではですね、一通りちょっと触ってみましたので、まあ、簡単に説明の方していこうと思います。はい、まずですね、あのこちらの正面なんですけど、こちらがあのラジオのオンオフボタンになります。押していいかな。うん、認めない決定を下しました。以上 JFN。 こんな感じで綺麗な音が鳴ります。しました。ちょっとあの著作権的な問題が出てくるので消しますけど、うん、はい、でここであのプリセットですね、両サイドで、ここでボリューム、うん、でここであのチューニング、うん、でここがモードロックってあるんですけど、こちらで、AM、FM の切り替えができます。音はクリアだよね。うん、とても綺麗に聞こえます。で音はですね、あのここから出ます。はい、お次はこちらなんですけど、背面ほぼ真後ろのところに USB のボタンがあるんですけど、これをこういうふうに押すことによって、ここの、 あの USB 端子を使うことができます。なんかスマホの充電とかもできるんですよね。うん、これもすごくいいよね。うん、まあ、うちはここからあの GoPro 充電したり、スマホ充電したり、うん、まあ、子供がゲーム機充電したりしますので、うん、よくしてますね。はい、かなり重宝してます。はい、はい、でこちらのですね、このボタンで3段階 の、 あの色調の切り替えができるんですけど、暖色、中間色、中白色の3つに切り替えることができます。はい、それでは真ん中のボタンを押してみます。じわーっとついたわけなんですけど、これね、あの地味にありがたいのが、電源ボタンを押すと、うん、あの前回使ったあのライトのモードを覚えてて、うん、そのままあのまた復帰してくれるみたいで、うん、なんかキャンプの時とかいいよね。ちょっとこうあの消そうかなと思って、こう長押しで消すじゃん、うん、でまたつけたいなと思ってパッて押したら、さっき使ってた状態でまた光ってくれるから、それはいいね。うんうん、ちょっとありがたい機能ですね。うん、この状態で真ん中を押すと4分の3点灯、うん、こっちが見てるね。うん、ちょっと分かりにくいんですけど、うん、後ろがここがですね、あのちょっと消えてるんですよ。うん、でここの、 あの3面がついてる状態です。4分の3点灯ですね。でもう1回押すとここの上がつきます。こんな感じで、はい、うん、でもう一回押すとフラッシュになります。はい、でもう一回押すとまた4分の3点灯に戻るっていう感じですね。うん、今全点灯じゃない？あ、全点灯だね。うん、4分の3じゃないね。うん、元に戻った。他の色を紹介してないよね。うん、これが暖色、うん、でこれが中白色、うん、でこれが中間色、うん、でそれぞれ結構明るいです。うん、で、まあ、キャンプはもっぱらこの色かな。うん、そうだね。うん、こんな感じか、うん、もしくはもうあの4分の3点灯でちょっと暗めな、うん、シックな感じで使うような感じかね。はい、かね感じかね。車中泊にも使えるでしょ。うん、全然使えるだよね。うん、そう、車中泊用の電気もちょっと買わないとねって言ってて、うん、そうそうそう、だからこれを買ったっていうのもあるんですよね。うん、私的にはもう置けるタイプのものの方がいいのかなと思ってたんで。はい、それではですね、ちょっとざっくり、ま、あの概要の方、外観の方見たんですけど、うん、ですね、
まあ、細かいところで言うとですね、まあ、細かくもないんですけどまあこちらあの横のフレームですねはあのランタンガードとあと FM アンテナが兼用ということで、ここがアンテナ代わりになるんだって。そうなんだ、うん、だからあの電波が悪い時なんかこう触るとちょっと電波良くなったりするかもしれない。だからここら辺ちょっと触ったらザーって言ったんだ、うん、そうそうそう、あそうか、うん、で上の方は 57mm の高音質スピーカーがついてます、うん、ここですね、うん、でフラッシュライト、ランタン3段階調色はさっき紹介した通りですね、うん、で USB 充電器も紹介しましたね、はい、でカラー展開があのうちがあの購入したのはオリーブカラーになるんですけど、うん、オリーブカラーはまあ 40V のみということで、うんうん、であの後ほど近日発売ということですね 18V、14.4V、うん、とあと 10.8V ですね、うん、が追ってあの順次発売されるらしくて、まあ、そちらもね結構楽しみですよね、うんうん、まあうちは 18V があるから18でもよかったんですけど、はい、ちょっともうこの色がまあ欲しくてね。そうなんですよどうしてもオリーブが欲しかったんです、うんうん、これはもうちょっと衝動買いに近いんですけど。そうですそうです、これはですね、はい、贅沢になっちゃうんですけど、うん、本当にね多分おすすめ、本当におすすめだと思います、うん、高いんですけどね。だから皆さんもあの奥さんに本当プレゼンするときはあの掃除機を押してください、うん、掃除機本当にいいですから、掃除機も本当にいいですからね、うん、本当にいいです、マキタの掃除機、はい、まあ本当は 18V の 6A が一番今のところいいかも。あそうなんです、うん、40 の、うん、あの 2.5A で12,000円ぐらいなんですけど、うん、あと 4A と 5A があるのかな、うん、めちゃめちゃ高いんですよ、うん、それは何の話をしてるの？バッテリー、あー、うん、バッテリーのあのアンペア数の話ね、うん、リチウムイオンバッテリー、うん、でこのあの 2.5 アンペアでもちょっと高いんだけど、うん、4アンペアはあの電池持ちがいいんですよ、うん、これに比べると、うん、でもお値段もいいんですよね。よかったの。そうで本当はそっちがいいって言ったんだけど、うん、何を言うてはるのって、そうそうそう何を言うてんだ、うん、君はって言ってねただでさえ無理して買ってるのに。そう、まあ、とりあえずはもうこの 2.5 でいいよって言って 2.5 を買いました、うん、じゃあ 2.5 アンペアのバッテリーと4アンペアと5アンペアっていうのがまたさらに上にあるんですけど、うん、まあ、結構お高いんですよね、うん、そう、何が違うかっていうのを簡単に発表 したいと思うんですけど、うん、この 2.5 アンペアのですねラジオが、うん、FM ラジオですね、うん、これが28時間聞けるのに対して4アンペアは41時間、はい、5アンペアは58時間聞けます。で結構違いますよね、うんうん、で FM ラジオとランタンをフルで使った場合、うん、でうちのこの 2.5 アンペアはですね、まあ、約10時間使えるのに対して4アンペアは15時間、うん、5アンペアは21時間あ、うん、5アンペアになるともう全然違ってくるね。そうそうそう、うん、もう倍ぐらいですね、うん、でランタンの場合で言うとうちがあの16時間ランタンをこう照らせれるのに対して4アンペアは24時間で5アンペアは34時間、うん、もう全然ですね。で、ね、18ボルトがまたあの近日発売ということで出るんですけど、うん、18ボルトの6アンペアが、2.5 アンペアと同じぐらいの価格帯ぐらいで売られてるんですよ、うん、でこれと同じぐらいの価格帯でね、うんうん、バッテリーがね、うんうん、だからこれが、ね、あの FM ラジオ28時間に対して 18ボルト 6アンペアは63時間 FM ラジオは63時間消えます。18ボルトの6アンペアあーそうなの、めちゃめちゃ消えるね。で FM ラジオとランタンね、うん、これがうちのは10時間に対して18ボルトの6アンペアは14時間、まあそんな、まあ、そこまでびっくりするぐらいの差はないね、うん、でランタンはねあのうちのが16時間に対してランタンずっとフルでつけれる時間ね、うん、16時間に対して18ボルトの6アンペアは19時間、まあ3時間ね、うん、ラジオは結構変わるんだね。なんか多分スピーカーをあの使うからその差なのかもね、うん、エネルギーをこう使うのがやっぱり6アンペアの方があれがいいのかもしれない、うん、まあそんなもんかな、うん、まあざっくりまあ簡単なんだけどね、うんうん、
はい、それではですね、あの一通り見たわけなんですけど、うん、どうだったでしょうか。まあ、ちょっとうまくね、あの伝えられなかったとこあると思うんですけど、うん、商品としてはですね、かなりアウトドア寄りで、うん、あのキャンプ心、遊び心をくすぐるような、うん、まあいいね、商品になってるんじゃないかなと思います。はい、ほんでこの間あの去年ですね、あの扇風機買って、うん、ね、あのマキタの扇風機でかなり気に入ってるんですけど、うん、またアウトドア用のマキタということでですね、うん、まあ、重宝するんじゃないかなと思います。うん、で今後ですね、あの去年台風直撃っていうの鹿児島なかったんですけど、うん、まあ、そういう災害のね、あの対策用品としてもね、うん、あのいいんじゃないかなと思います。はい、ね、電気もつけるし、まあ、ラジオも聞けるし、うん、まあ、スマホも充電できるし、うん、まあ、スマホでラジオ聞けるんですけどね。うん、まあ、でも私たちキャンプだけだと多分買ってないです、うん、ね、私は。ああ、うん、外でも使えるからじゃなくて、やっぱ災害時を。ああ、確かにね、うん、本当に災害時にあのもう一つのあのライトが、うん、ワークライトね、すごい役だったんで、うんうん、でもう一つ買っとくって、あれあんな感じのね、うん、もう一つ買っとくっていう話もしてたんですよ、はい、災害時にですね。まあ、なんですよね、うん、まあ、本当そうだよね、うん、本当に役だったので、うん、だからまあマキタだったら安心感もあるし、うん、いいものって分かってるので、はい、今回ちょっと衝動買いではありましたが、はい、購入してみましたですね。はい、これからまあ車中泊とか、うん、とか、うん、車中泊とか、はい、キャンプとか、はい、で外で、まあ、私も多肉とか、うん、仕事が好きなので、うんうん、そういう時にラジオを聞きながら、そうですね、せっせと、はいはい、やっていきたいと思います。はい、はい、ということでですね、はい、まあ、まだあのいろいろこれについてちょっと雑談したいところはあるんですけど、うん、ね、終わりましょう。ね、ちょっとね、本当結構久々の撮影で、そうなんですよね、なんかね、ちょっとぎこちない感じがあったと思うんですけど、うん、はい、やっぱ期間が空くとさ、うん、だいぶ空いたんですよ、うん、なんかちょっとカメラに喋るのちょっと照れるよね、うん、まあ、今後またあのキャンプ動画も上げれると思いますので、はい、あとあの車中泊もね、はい、いろいろまた車中泊の DIY 用品なんかも買ってますんで、うん、はい、そっちの方 DIY なんかもねできますので、はい、おいおい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、ちょっとダラダラになりましたけど、はい、まあ、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。 It's easier than, so much easier than. Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing babeYeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall.